皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。グローバルボーイズグループ、イニ、INI、の藤巻京介、尾崎匠が、28日深夜に放送されたグループの冠無理レギュラーラジオ番組、from イニ、東京 FM スラッシュ JFN38 局ネット、25時に出演。YouTube チャンネル、ザファーストタケ、 第446回へメンバーの木村雅也、京都予防、高塚博夢、高は正式には、はしご高と共に5人で出演したことを振り返った。動画、E に、連日深夜まで練習して仕上げた圧巻パフォーマンス。藤巻京介、オファー当初の困惑を明かす、ダファーストタケに初登場した5人。 同番組ではミュージックビデオが再生回数4000万回を突破したグループ史上最高記録となる楽曲、ファンファーレ2023年をアコースティックバージョンにアレンジして一発撮りを行った。藤巻はザ・ファーストタケに出させていただきましたねと報告し、夢でしたね。ずっと出たかったからと念願の出演だったことを明かした。 そして、アコースティックバージョンだったことについて当初、どうすればよいんだろう。このまま行ったらやばいんじゃない、と困惑したことを告白。コーラスだったり、ハモリを急遽これ入れよう、と試行錯誤を繰り返す日々だったと語った。その結果、毎日12時過ぎまでやって、なんとか出来上がった、と同番組のために連日深夜まで作業や練習をしたと続けていた。 藤巻京介尾崎匠、次回の出演に意気込み。また、尾崎は今回の出来上がりに、アコースティックならではの、ファンファーレ、の良さが出た、と解雇そして、今度はバラードとかでも挑戦したい、と次の挑戦にやる気を見せた。藤巻もそうですね。いろんな、別のさらにボーカルの力が見せられる曲とかでできたら嬉しいな。 またやりたいなと思います。と尾崎に続けて前向きな様子だった。